疲れ様でございます、秋田県出身の方として初めての総理大臣に菅義偉総理大臣が就任されました。地方の実情をよくお分かりであり、地方創生の旗振り役であった総理ですので、これからも地方を重視した政策も期待されると思っております。これまで以上に激務に当たられると思います。健康にご留意され、ご活躍を願っております。ちょうど同じ時期に自民党の過疎対策特別委員会が開催されました。先月の記者会見でもお伝えいたしましたが、現在の過疎地域自立促進特別措置法、過疎法は今年度末に期限切れを迎えることになっており、それに伴う新法について検討されているものでございます。争点はみなし過疎の取り扱いです。みなし過疎は市町村合併後の新しい市全体では過疎地域に該当しなくても、人口や面積など一定の要件を満たしていれば過疎対策事業が実施できる制度でございまして、横手市はみなし過疎地域となっており、これまでもこの制度の継続を求めてまいりました。現在検討されている意見の中には、みなし過疎制度を見直す声も聞かれます。しかし今回の特別委員会では、みなし過疎については、是非を含めて引き続き検討するとして、結論が先送りされました。特別委員会では年内にも詳細を詰めた上で、来年の通常国会へ法案提出を目指すとしております。私も可能ならば独自財源で運営していくことができるような自治体を目指すべきであると思っております。そのため、私ども横手市としては、企業誘致活動や高速道路の4車線化、農業振興、子育て支援など考えうるさまざまな施策に力を入れてまいりましたし、施設総量の圧縮であるとか、人員削減、官から民へ、また仕事の省力化であったり、部局横断連携による効率性やパフォーマンスの向上も意識しながら取り組んでまいってきたところでございます。しかし現在の横手市は、自らの力のみで永続的に発展していくには未だ遠くございます。その土台作りをしている最中で、道半ばというところでございます。引き続きの手厚い支援が国からは必要であると考えております。過疎からの脱却に、また現状打破に向けて真剣に取り組んでいる自治体の立場を理解し、頑張る地方を応援する姿勢を国会議員の皆様にはお示しいただければと思っております。以上でございます。